こんにちは、ブラックパレードの良平です。皆様明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。今回はね、年明け一発目のちょっとねご挨拶の動画をアップさせていただきます。はい、というわけで2020年で、まあ、今回はね本当皆様にご挨拶と特別にローライダーをちょっとチラ見せしようかなと思います。まあ、あの5日の日にね、大晦日のブログでもお話したように5日の日に一応まあその細かいね、まあ、どういうグラフが出たとかどんだけ馬力が出たとか、まあ、どのカム使ってとかっていうのをあのアップしますが、まあ、ちょうどねお正月休み皆さんまあ家でのんびりされてると思うんで本当はね2日の日にまあ撮ってあげようと思ったんですけど、ちょっとね天気が悪くて降れなかったので、で今日ちょっと雨今止んでるので、まあ、エンジンのね始動動画だけちょっとお見せできたらなと思うので、早速ご覧ください。はい、じゃあちょっとねまだ若干パラついててちょっとローライです。雨の中出すのはちょっとあれなんですけれども、せっかくなのでちょっとエンジンだけかけます。でまあちょっとねカムコーガーだけじゃなくてちょっと他にも手を加えた部分があって、それは5日の動画でアップしたいので、今回はこのマフラーの周りだけ本当に音だけをちょっと皆さんに聞いていただこうと思います。じゃあ早速エンジンかけてみます。はい、というわけでいかがだったでしょうか。まあねかなり変わったんじゃないかなと思うんですけども、まあこの辺の感想はねまた5日の日にまた別で動画撮りますので、それを楽しみにしていただければと思っております。はい、というわけでまあ今年はねこのローライダー S と、まあ、KTM あとまあチョッパーと3台今のところねプロジェクトがスタートしてるんですけれども、まあ、多分ローライダー S がねかなり割合を占めて皆様のもとにこうどんどん動画をねお届けできると思いますので、まあ一発目ということでねせっかくなのでローライダー S をお披露目させていただきました。はい、というわけで、本当にね、まあ、皆さん2020年もよろしくお願いいたします。ブラックパレードねもっとどんどんいっぱい商品出してきますし、年明け一発目はね BP ランもありますし、ジョイントも5月17日だったかなにありますし、またいろいろねその辺の情報も追って BP ブログの方でアップしていきますので、まあ、今日はねちょっと短く、なりますがそんな具合とさせていただきます。はい、というわけで本日はね出たい2020年元日ですね、元日なので、皆さんちょっとねご挨拶させていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。